こんにちは、堺の壺の妖精ハミ様っす。僕は春江、三国、堺、丸岡の頭文字から生まれた妖精っす。そのお供のハサミ丸です。ハミ様の番組進行をサポートしていきます。この番組では堺市内のいろんな出来事を僕たちがそのツボを押さえて紹介していくっすよ。秋も深まってきて紅葉の季節っすね。赤や黄色に色づいた葉っぱを見ているだけで楽しいよね。もみじやカエデ、イチョウなど様々な葉っぱがありますよね。今年も綺麗に色づく葉っぱを見るのが楽しみです。ハサミ丸は紅葉の他に紅葉っていう言葉があるの知ってる？え？同じ読み方ですけど何が違うんですか？実は赤色に色づくものは紅に葉と書いて紅葉、黄色に色づくものは黄色に葉と書いて紅葉って呼ぶんすよ。面白いっすよね。へえ、紅葉と紅葉、なんだか混乱してきました。さてと、早速今回の堺のツボを押さえていくっす。堺ニュースでは第17回堺市民文化祭総合開会式の話題っす。そして今回のトピックスとして、お家で見られるコミセン講座をお届けするっす。どんな内容か楽しみっすね。そうでございますね。それじゃあ堺のツボ始まるよ。堺ニュースのお時間っす。第17回堺市民文化祭の総合開会式が行われたっすよ。11月5日に行われた第17回堺市民文化祭総合開会式、全3部構成でそのオープニングセレモニーを飾ったのは三国支部の三国祭り囃子20日会の皆さんっす。三国祭りでおなじみの風情のある音色を披露してくださいました。続いては春江支部からコールリリウムの皆さんによるコーラスっす。心地のいいハーモニーでしょう。うっとりしてしまいますね。第2部では開会式典が行われたっす。池田市長や実行委員会の大下委員長らが文化継承への思いやその大切さについて挨拶したっす。文化というのは我々の、喜びであり、生きがいであり、そして楽しみであり、そういうふうに思います。そして何よりもこの活動を通じて大事なことは、いろんな方とですね、知り合い、そしてつながりを持つということだと思っております。一人で活動されている方もいらっしゃるかもしれませんけれども、大勢の方に見ていただいたり、楽しんでいただいたり、触れ合ったり、あるいはつながったり、そうしたことが本当に喜びにつながるというふうに感じておるわけでございます。一つ一つですね、これを眺めてみました。そうしましたら、なんとですね、やはり各市長のそれぞれの特色、あまりにも際立ってですね、出ているのにびっくりしました。非常にありがたいことかなと。これが堺市文化協会の、文化祭のですね、強みだなとつくづく感じたわけです。あまりこれまでなかったですね、文化、そういった文化祭の
種目がですねどんどん出てきている、こういったこと本当に力強く感じております。人文化の交流と融和を広げる文化の祭典ですからね、すべての会場をじっくり見たいものです。第3部では堺支部と丸岡支部によるステージイベントっす。新舞踊とピアノアンサンブルを披露してくれたっすよ。こんにちは。春駅太陽保園スイカ組担任木下です。春駅太陽保園は春江町北部に位置し、辺りには豊かな田園風景が広がっています。園児たちは目の前にある百合の里公園で季節の草花に触れたり、体を動かしたりしながら四季の変化を楽しんで過ごしています。自然が大好きなスイカ組19人は、戸外に出ると草花を見つけたり、昆虫を捕まえたりして楽しんでいます。夏野菜を育てることで興味を持ち、三色板を用いて食べ物がくれる力を学んでいます。屋内遊びでは、制作遊びや色水遊びを通して、ごっこ遊びが流行り、友達と一緒に遊びに必要なものを作って楽しんでいます。運動遊びも大好きで、特にドッジボールではどうしたら強いボールを投げられるのかなどを話し合いながら友達と協力して楽しむスイカ組です。僕は大きくなったら昆虫博士になりたいです。僕は大きくなったらお父さんみたいな警察官になりたいです。僕は大きくなったら海の生き物がたくさん知ってる人になりたいです。私は大きくなったら大工さんになりたいです。僕は大きくなったら消防士になりたいです。僕は大きくなったら動物を育てる人になりたいです。僕は大きくなったら氷と家を直す人になりたいです。私は大きくなったらアイスクリーム屋さんになりたいです。僕は大きくなったら警察官になりたいです。私は大きくなったらアイスクリーム屋さんになりたいです。僕は大きくなったら大工さんになりたいです。私は大きくなったらお花屋さんになりたいです。僕は大きくなったら警察官になりたいです。僕は大きくなったらかっこいい機械を動かす仕事をしたいです。
笑顔で頑張るぞ。私は大きくなったらアイスクリーム屋さんになりたいです。私は大きくなったら美容師になりたいです。僕は大きくなったら怪我した人を助けたいです。僕は大きくなったらペッパー食の飼育員さんになりたいです。僕は大きくなったら消防士になりたいです。お友達と遊ぶことが大好きな子供たち、明日はもっともっと仲良くなれるといいね。このコーナーではコミュニティセンターで行われている講座の一部を皆さんにご紹介していくっすよ。お家にいる時間を少しでも楽しく有意義にしていきましょう。今回ご紹介するのは三国コミュニティセンターのビビンパから学ぶ韓国の食文化講座の後編っす。韓国の食文化から美肌の秘訣を学びましょう。それでは三国コミュニティセンターの田中さん、よろしくお願いするっす。こんにちは、三国コミュニティセンターです。三国コミュニティセンターは三国図書館で併設されており、三国祭り保存振興会の事務局はじめたくさんの団体やサークルが利用する活気と笑顔にあふれたコミュニティセンターです。さて今回のおうちで見られるコミセン講座は、美肌の秘密ビビンバに見る韓国の食文化講座です。代表的な韓国料理であるビビンバを通して日本と韓国の食文化の違いなどをご紹介します。実際に本場のビビンバの調理もしますよ。教えていただきますのは韓国料理研究家のキム・ウンチェ先生です。それでは先生、よろしくお願いいたします。キム先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では韓国の代表的な料理であるビビンバを今からキム先生と一緒に作っていきたいと思います。まずはじめにはもやしのナムルから作りたいと思います。はい、もやしナムルは、はい、じゃあ湯がいたお湯に1分ほど茹でます。はい、じゃあ、はい、茹でて水切りをしたところであります。ここにですね、ナムル味付けをするんですよ。で、韓国はナムル味付けって一応定番的によくやるんですが、とってもシンプルな味付けになるんですね。ここに塩、まず塩少々入れます。はい、じゃあここにごま油少々、はい、最後にですね、いりごまも少し入れます。これで軽く混ぜれば出来上がりになります。先生、とってもシンプルですね。はい、シンプルでとても美味しいです。次はほうれん草ナムルを作りたいと思います。ほうれん草はですね、固く茹でるのがポイントになります。茹でが足りないと苦い味がしますので、十分火が通ったところで足してください。はい、わかりました。はい、速やかにここで水切りをしてきれいに洗い直したいと思います。固く絞るんですね先生。はい、そうですね、あまり水っぽいと味が中に入っていかないので、はい、4等分しますね。4等分して、はい、まず一番最初に塩の 味で下味をつけたいので塩を少々入れます。はい、少々につまみで2回ぐらい入れてください。で、一個一個こう絞ったところがくっついているので、これを離して十分混ぜて味を中につけてあげてください。はい、これで出来上がりです。次はゼンマイナムルになります。ゼンマイナムルは水に洗って4センチの長さで切ります。
はい、じゃあ熱したフライパンに、はい、香りを立てるためまずニンニクを先に入れます。はい、チェンマイを加えます。チェンマイが柔らかくなったところにみりんを入れます。でそこに砂糖と塩を少々入れます。で最後に醤油と水を加えます。先生、このお水はどうして加えるんでしょう。あ、お水を加えることによってしっとりしたゼンマイに仕上がるんですね。最後にですね、はい、蓋を上げて温度を上げて水分を飛ばしてあげてください。最後で香りを立たせるためにごま油をここにかけます。引き続きこれからは大根の酢の和え物を作りたいと思います。厚さは5ミリの大きさで輪切りにしてください。千切りはですね、厚さはあまり太くないサイズでいきたいと思います。ここにまず塩を振っておいてください。太鼓の中から塩を振って水が出てくるまで、しばらく置いてください。はい、しっとりしてきましたね。はい、そうですね。まずですね、色をつけるのに唐辛子をまず入れます。先生、これは日本の一味唐辛子でも大丈夫ですか。もちろんですよ。一味でも全然大丈夫なのでご家庭でも使ってください。でもですね、一味の時は若干量を減らしてください。風味だけでいいです。はい、どんどん色が綺麗に赤く上がってきま す、ね、白い大根に赤の唐辛子でこのように本当に美味しそうに仕上がってますね。はい、とても綺麗でしょう。はい、次は人参のナムルになりますが、人参炒めとも なります。なるべく4センチの大きさが出るぐらいの大きさで切りたいので斜め切りで切っていきたいと思います。先生、皮は剥かなくていいですか。そうですね、人参と大根、ごぼうは皮に栄養がありまして、なるべくきれいに洗った後皮ごと使いたいと思います。はい、じゃあきれいに揃えてからいきます。ここに人参を入れます。匂いしてきますよね、人参の匂い。はい、人参のいい香りしてきます。はい、人参の香りがしてきたところに、塩と、はい、最後にごま油を入れて、とてもいい一品になります。불고기양념味付けに入りたいと思います。今日は、はい、まずニンニクとネギを加えます。ここにですね、砂糖を入れます。ごま油をとてもたくさん使いますね。そうですね、韓国って言ったらごま油ですね。ごま油、えごま油を韓国は料理にとっても取り入れてたくさん使ってます。フライパンが熱くなったところに入れることがポイントになります。お肉を炒める際には180度の温度でふわっとなるように炒めてください。はい、はい、じゃあこれで出来上がりですね。黄身と白身に分けます。はい、それぞれ別々に焼いていきます。はい、じゃあまずスプーンを縦に立ててこうやって混ぜていきます。140度から50度の間の温度にしてください。でフライパンを一回これで油でコーティングする状態ですね。これにしておきましょう、このフライパンまんべんなく熱が入るようにフライパンをちょっと回しながら動かすんですね。はい、焼いてあげると、はい、焼き加減がいいかなと思います。箸をここにキュッと中に入れて、はいはい、これでぐーっと混ぜるわけですね。でこれをですね、裏側の油がついているところの余計な油を拭き取って、はい、じゃあこれで完成です。入れます。
周りがですね浮き上がってきたら返す時になります。はい、じゃこのままこうやっていきますね。あー綺麗ですね。はい、これも一回火を消して粗熱で焼いていきます。卵の白身と卵の黄身の焼きの完成です。じゃあ粗熱が取れたところに千切りしていきたいと思います。はい、これは3等分にします。重ねて、はい、4センチの長さになるように。白身はとてもしっとりしてて、破れやすいんですね。だからゆっくり押さえて赤ちゃんを触るような感じで切っていただきたいです。錦糸卵の完成です。いよいよ最後のコチュジャンビビンヤンヤンですね。コチュジャンをベースにしたヤンヤンなんです。でもし辛いものが苦手な方はコチュジャンを抜いてこのまんまこう醤油タレにもなりますので、皆さん好みで作っていただきたいと思います。はい、甘くて甘辛いという。そうですね、醤油も入ってまして、皆さんの、好きな味になると思います。これでナムルは完成です。あ、先生すごく美味しそうですね。そうですね、はい、はい、本当に。はい、これから白ご飯の上にこのナムルを乗せていきたいと思います。先ほど先生が説明されていた5色が入っているというわけですね。そうですね、いいところをおっしゃってくださいました。緑です。はい、はい、次卵の黄身、はい、黄色ですね。黄色です。はい、じゃあ太鼓ナムルも入れましょう。はい、混ぜる際には最後にここの焼き海苔ありますね、焼き海苔を入れて、このタレをここにスプーンですくって入れて混ぜて食べると大変美味しく召し上がれると思います。はい、というわけでこちらが完成したビビンバになります。これが混ぜ終わったビビンバになります。はい、すごいとっても美味しそうですね。はい、そうですね、こちらこれぐらいまで混ぜると本当に美味しく召し上がれるということですね。はい、そうです。そしてですね、こちらビビンバには付き物のスープを添えていただきました。はい、前回今お話しした通り韓国で言ったらスープですね。このスープはビビンバには付き物でございます。はい、今日は本当に楽しい時間、美味しいビビンバまでの作り方まで先生には大変お世話になりましてありがとうございました。カムサムニダー。皆さんぜひ作ってみてくださいね。アンニョン。キムウンチェさんありがとうございました。次回もお楽しみに。マリン体操を始めましょう。その場で軽く足踏みします。
脇をパタパタ、前、後ろ、前、後ろ、手を前に屈伸しながらクロール。手を後ろに背泳ぎ、手を横に開いて平泳ぎ、体をひねってリフティング、ももを肘にタッチタッチ、手を腰に、足を斜めにキックキック、足を後ろにかかとにタッチタッチ、呼吸を整えましょう。さあ次はストレッチ体操です。呼吸を止めず、反動をつけず、筋肉をゆっくり気持ちよく伸ばしていきましょう。両手を頭の上で組み、真上にゆっくり伸ばします。全身のストレッチです。緩めて、もう一度、そのまま体を横に倒します。脇腹のストレッチです。反対、その手を前に後ろにひねります。肩からお腹にかけてのストレッチです。反対、おへそを見るように背中を丸めます。背中のストレッチです。両手を後ろで組み、胸を張ります。胸のストレッチです。足を大きく開いて腰を落とします。膝が内側に入らないように、股関節のストレッチです。肩入れをします。肩のストレッチです。反対、体をゆっくり起こし、足を前後に開きます。体重を前にかけます。ふくらはぎのストレッチです。前膝を伸ばし、体を前に倒します。後ろもものストレッチです。お尻に、前もものストレッチです。足を入れ替え、体重を前にかけます。前膝を伸ばし、体を前に倒します。足首を持ち、かかとをお尻に、軽く足踏みします。深呼吸、はい、もう一度。